ハロ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 、ボンジュール、ニャオ。さあ、やってまいりました。ビジネスコンディショナーの財津圭司です。財津チャンネル始まりましたけれども、さあ、今回は出ましたね、世界時価総額ランキング2022。まあ、ちょっとそのことについてね、ちょっと話していきたいなと思うんですけど、ゲストはこの方です。お願いします。どうも、サクセスアドバイザーのチョラスケです。よろしくお願いします。どうですか、チョラスケさんは。どこをなんかマーケティングしてたんでしたっけ、プランニングを。うん、プランニング、まあそのまあざっくり言うと、僕はその、はい、まあ成功したい、サクセスしたいって人に対してどうして、はい、どうその、サクセス成功までアプローチできるかっていうのをアドバイスしていくっていうのでやってて、今だったらメインでやってるのは、サウジアラビアの方でやってんだけど。なるほどなるほど。そう、まあで、まあ今度はそのワールドカップ、まあ言ったらそのカタールのサクセスっていうのがワールドカップ開催だったから、それに対してのアドバイスを。アドバイス。やっぱアドバイスっていうワードを作ったのはやっぱチョロスケさんですもんね。それでまあそうだね、はい、でカタールも今そうやって今活気づいてるっていうのがあるから、それでまあうん、やっぱあれですよね、アドバイスよりはやっぱアドバイスの方が、アドバイスの方がやっぱその、うん、まあ複数に対しての、そうですよね、うん、まあ、だからアドバイスされた人がまたさらにアドバイスをしていくっていう、そうそう、このつながり、そうそうね、ファクターとなっていくっていうことがアドバイスっていうカテゴリーですよね。まあそう、まあ、そう、法人に対してはそういう感じで、はい、やらせてもらってます。はい、そう、どうですか、時価総額ランキング。まあアップルがねやっぱりもう1位で、まあ、メタなんかちょっとファクターかなと思うんですけど、まあ、キャピタルビレッジの観点からするともうオーシャルコンビネーションかなっていう、まあ、それはあると思うんですけど、そこについてどうですか。だから結局そのアップルっていうのはそのマーチャンリビングをその結局しっかりそのサクセナイズできたっていうのが一番大きいのかなっていうのは、そのサクセスアドバイザーの目線から言うと、そういう、そキャピタルビレッジファイナンスっていうことですか、結局は。と含めて、うんうん、キャピシャイナル、はい、キャピシャイナルと合わせてのダブルミーニングでやってたっていうのが、やっぱその、でもそこはやっぱりゾーンディフェンサーっていうところじゃないですか。うん、ゾーンディフェンス、そう、まあ、ゾーンディフェンサーとプラスして、はい、あのワンツーマンのやってた、はい、そのアップルだったりが一番この、なるほど、うん、でも3-on-5で言うとどうなんですか。3-on-5で言うと、はい、うん、VO5 の方が、はい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 、ちょっとこうトップランニングできてたのかなっていう。なるほどなるほど、うん、で VO5 は結構 VIO ゾーンをでも攻めてるかなっていうのは、うん、ああでもね、それだと結局そっちをやってたのは結局8-4なの。はい、ああなるほど。そうのシトラスミントだったってわけなのよ。なるほどなるほど。あー、うん、なるほどね、うん、あいやでもその観点はちょっとなかったですね。うん、だからそれはまあ今、まあ、ほんの少しだけかな、うん、多分それを唱えてるっていう人は。うん、うん、でもそれができたっていうのが一番大きいのかなっていうのを。マイクロソフトとかどう見てますか。マイクロソフトはね、もうちょっと正直言わせてもらうと、もうほんと、まあ財産だから言うけど、うん、マイクロソフトっていうのはもうちょっともうネキコン、うん、ネキコンに来てると思う。はい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 、うん、ちょっとでもコンデサンスでもあるんじゃないかなって思うんですけど、そうやって言う人もいるんだけど、まあネキコンであるし、うんうん、あとはもう後にもう来年あたりはもうファザコンになっちゃうんじゃないかなって思う、ね、ああなるほどね。うん、でもまあシスコンであることはもうそのシスコン社っていうことだから、もうコンディショナーアプローチをできるんじゃないかなって思うんですけど。コンディショナーアプローチね、うん、結構今それ結構騒がれてる日本でも結構騒がれてたけど、でもねそれはね結局今日本でいうとそれできてるのもケンクラフトだけなんで。なるほど、うん、そこはオータム・ザッカーバーグ、オータム・ザッカーバーグ、はい、もうそうだし、メッタ・ラッキー・ビーチ、
うん、ファニーベニー。あ、ファニーベニーね、うん、でもファニーベニーだったら、うん、ホワイトピッツバーグ。あー、うん、あーでも僕はあれですね、ホワイトコンシネンシャル。あー、コンシネンシャルね、うん、それはもう本当にサンフランシスコの方から、うん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 、だいたい、まあ、西の風に乗ってやってくるっていうことある。西の風ね、うん、運ばれてるんじゃないかなっていう、うん、それはね結構その西の風も結構問題になったんだけど、うん、はい、今ね結構これ騒がれてるのが、はい、南の雪がすごく騒がれてて、これはすごく本当に、はい、まだね日本というかアジアの方、うん、もう中国もまだピンときてないところもあると思うんだけど、うん、南の雪というのが、うん、今結構あのヨーロッパ諸国で問題になってて、それが来ちゃったら北の大地っていうのはどうですか、うん、北の大地結構シビアだと。まあ、やっぱそうですね。あとはもう西のかなとか。でもそれで言ったら東山冬樹、うん、で俺はなってくると思うんですけど、もうそうなってきたらもう、うん、だから俺そこのアプローチはね、もうでもそうなったらもう世界は決してだと思いますけど、うん、はい、ちょっと、うん、強行時代に入っちゃうんじゃないかなっていうのは。いや、そうですよね、怖いですよね、やっぱり、うん、まあでもその、まあ、Google なんかでもその本当にもうなんていうんですか、メソッドファームをどん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 育てていかないと、うん、うん、インシディアスソケットがもうどん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 もう縮小になってきてるじゃないですか、うんうん、だからそういう観点から言うと、もう三脚ロケットはもう必要なのかな。三脚ロケットだと言ったらロケット94もそうかもしれない、うん、ロケット94のでも4045、うん、はまあ安定してるのかなっていう。あ、安定か、まあ、うん、確かに安定してるかもしれない。あでも面白い一件だね。はい、俺やっぱ面白い、安定してるのはもうほんと24なのかなと思ってたの。うん、そう、なるほどね、うん、でも俺はそうですね、300が300か、暑いかなっていうのはありますよね。まあ300と、そう、まあ暑いのもあったら、まあ付随してまあキーファーサザーランドとか、はあ、なるほど、うん、がなんかやっぱ結局いいのかなっていうのは、直で言ったら、うん、ちょっといいかなと。でもそれだとニコラス・ケイジとかは、あ、もう本当に、うん、うん、もうサーキュレーターなしではもう生きられないんじゃないかなっていう。あ、そこまで言う、うん、うわー、これ結構今さらっと言ったけど、まあちょっと怖いです。これはもうすいません、もう削除するかもしれない、もうすぐ削除するかもしれない。ちょっとびっくり、ちょっとごめんなさい、外させてもらうけど、ちょっとすいません、ちょっと逆に止めさせてもらいますけども、ここは逆に止めさせてもらいます。これはちょっとね、結構なことを、いや、ごめんなさい、本当に分かる人には分かる、はい、結構なことを言いましたよ今。はいはいはい、大丈夫なの。いや、ちょっと分かんないです。だからもうすぐに削除するかもしれないです。うわ、これはちょっと、はい、いや、言ってよかった、なんか大丈夫かな、うん、俺までなんかあったらなっていう。いや、そうですよね。すいません、もうちょっとこの辺にしときましょうか。いや、まあ、はい、だいぶ爆弾発言でしょ。いや、ちょっとね、ちょっとこの動画も本当にすぐに削除するかもしれないので、はい、もう申し訳ないですけれども、まあここまでね、ぶっちゃけて言うことはもうオープンカレッジだと思うんで、それは、はい、これでも皆さん本当貴重な、はい、そっか、生じゃないもんね。そう、生じゃないです。まあでも、はいはい、うん、結構すごい。あ、でも配信も来てくださいよ。あ、来たいです、本当に、ぜひぜひ。はい、うん、うん、来たいけど、うん、そんなのまた配信で言われたら問題になっちゃうから。いやいや、まあ確かにそうですけど、チョラスケ的にも大丈夫なのかなっていう。チョラスケさんも
今度本出したということで。あ、はい、いいですか。はい、こっちいいのかな、はい、はい、今度また本を出しました。チョラスケの、12作目になります。はい、チョラスケの、チョラスケ飯という、まあ、僕が今までやってきた本当、はいはいはい、缶詰一つでできる、はいはいはい、ご飯おつまみからお子様の、はいはいはい、おやつまでを使ったチョラスケ飯というのは12作目になりますんで、はい、そちらをぜひ、皆さん買って、まあ、そのご飯を食べてサクセス、まあ、成功していただければということになってますんで、うん、なるほど、はい、あの11作目 の、はい、食パンの中身をくり抜いた料理だけを集めるっていうのは、はいはいはい、あれもすごい良かったですけどね。あれも結構問題になったんだよ。そうなんですか。結局くり抜いた中食パンに、はい、あれはまあ知らない方で食パンの中をくり抜いてそこに何入れて美味しく食べるかっていうのだったんだけど、結局食パンの器ね、そうだったんだけど、はい、そのくり抜いたやつを捨てちゃってて、はあ、そうか、そう、それが問題、うん、なんかもう確かに問題になったんだけど、今ねフードロスがね今問題されてますから、その時に気づかなくて SDGs は何だっていう、ちょっと前だったから、確かに、そっかそっか、うん、何年ぶりでしたっけこの本で出すの。11作目から12作目の間どれぐらい。17年ぶりになります。はい、そうそう、結構開けましたよね。そうだ、17年前でもそんなんで、うん、今なんかもう絶対もう無理だから。無理ですよね、もう今廃盤になってるの。あ、もう廃盤になっちゃってるから持ってきた貴重です。なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。エクストリームケチャップ、エクストリームケチャップワールドカップ、オムライスにエクストリームにケチャップをかける新スポーツ、エクストリームケチャップの世界大会、エクストリームケチャップワールドカップが開催。優勝賞金300万円。動画を投稿して賞金をつかみ取れ。ケチャップ一つで300万、応募待ってるぜ。最高ですけど。よいしょ、よいしょ、しゃっぽ、うわ、気持ちよすぎる。痛いの控え室。